ばそのスペインの方と日本の方の若い人の恋愛のやり方の違いとか、そういうのって何かあったらちょっと話を聞いてみたいなと。まあ、あの日本については話せるんですけど、スペインは僕は聞いて、うん、あ、そうか、あのずっと日本にいるもんね。うん、じゃあ日本のやつを見て、あのカルロスさんが、あ、なんか、うん、不思議だなって思うことがあったら、まあ、不思議ではないんですけど、うん、まあ、特徴的なところが多いじゃない。うん、カル装飾だし、うん、全然わかる。で、肉食もわかる。うん、で、まあ、僕日本の焼肉と、うん、もう直感的では、肌感覚では、うん、妖精の方は肉食かな。うん、あ、で、僕、妖精の友達にも聞くと、うん、まあ、あの外国人派ってあるんじゃないですか。うんうんうん、で、外国人が好きな日本人の妖精の友達いたんですけど、うん、彼女はもうアメリカ人とかそういった方が好きで、うん、で、何が好きのかと聞くと、うん、まあ、彼ら、外国人、まあ、欧米人の方は積極的と言ってて、うんうんうん、で、逆に日本人とデートすると結構ベースが弱いらしい、あの遅いらしくて、あ、まあ、ゆとり教育と言われると思うんですけど、うん、出会いは求めてないと思うんですね。あ、そうね。で、まあ、もしかして会社に入って、会社に入ってから、うんうん、そういった結婚とかを考えられるようになると思うんですけど、うんうんうん、僕らラテンの人、うん、まあ、ラテン系の人より、まあ、考え方が違ってる、うん、そうかもしれない。日本人の多くの人って例えばあのラテンの人とかが明るくてフレンドリーで、なんかこうラテンのノリっていうの、そういう人ばっかりみたいなことを考えてる人がいるんだけど、なんかそれは日本人から見たステレオタイプ的な考え方だと思うんだけど、そう、そう、カルロスさん的にはなんかこう、え、ラテンからなんかどっちかというとカルロスさんちょっとシャイっぽいよねかな。ちょっとシャイっぽいよね。なんか多分日本人が考えるようななんかこうラテンのノリのなんかそういう感じではないから、はい、日本の人に会った時に困ったりとかしませんでした？まあこれは友達でもあると思うんですけど、うん、僕日本人の友達と食事に行くと、僕は8割話して友達は2割話すことがあるんです。でもね、そういうのね楽しいよね。まあ、僕の家族とか僕の仕事に、うんうん、まあ、聞かれなくても話すんですよ。うん、一緒的ですけど、うんうんうん、日本人の友達、まあ、最初に会った方だと、うんうん、いや、兄弟いる？ないと、うん、展開されないですね。そんな質問答えるんですけど、うんうんうん、そんなノリで答えないことが多いんですね。うん、あ、うちの人ってなんかこう話を膨らますけど、うん、なんか日本の人はイエスかノーだけで答えて、なんかそれから相手から何か聞かれるのを待つみたいな人が結構いるかもしれないし、それは困るんですね。もう、うん、困るよね。話が展開しないとね。緊張してんのかな。かな。うんうんうん、あれですか、カルロスさんの周りには、うん、やっぱりその大学が多分そっちの外国系っていうか国際的な方だから、うん、やっぱりすごくオープンな人多いと思うんだけど、うん、日本人でも、うん、でもやっぱりその京都とかね、まあ、日本全体、うん、ちょっと普通に街に行ったりとか、うん、スーパー行ったりとかすると。やっぱりちょっと相手の人が別の国の人だからっていうことで緊張しちゃう人とかね、あ、します。あ、やっぱし。もう、例えば例えばパン屋さんに行って、うん、もう何回も行ってるのに、うん、あの、まあ、外国人の髪って、うん、緊張される店員さんとかいるんですよ。あ、それもちょっとなんか、ね、それはあります。あ、ちょっと悲しい。で、もう何回も切ってるのに、うん、英語で声かけられるとか、まあ、あ、日本語ペラペラなのに。それはありますよ。うん、私もやっぱし昔日本にいた時に海外の人に会うとやっぱりちょっとやっぱり緊張する。日本ってなんか英語を6年間最低でも学校でやるけど、うん、やっぱり喋れない人の方が多いから、うんうん、そういう語学コンプレックスとかあるのかなとかって思ってたんだけど、うん、言った、僕は思うのは、うん、外国人と接する機会があんまりないから、うん、どうリアクションするのかはわからない人が多いんじゃない？まあ、あ、そうかもしれない。まあ良いか悪いかではなくて、うんうんうん、そうかもしれない。まあそんな機会がないから、うんうんうん、そうですね。日本語を習得するために、やってきたこととかポイントとか
何かあったらアドバイス的に。日本語を勉強して続けてきたが一番のポイントだと思うのは楽しかったから。あ、それ重要ね。重要、まあ、楽しかったから、うん、まあ、最初独学で始まったから、うんうん、まあ何ですか、先生とか課題とかもなくて、うんうん、でまともにやってるわけでもないんですね、うんうんうん、本を買って、うん、本を読んで、うん、練習して、うん、やってたんですけど、やっぱりモチベーションを探してたんですね、うんうん、日本の音楽を聴いたりとか、うん、ドラマを見たりとか、うん、あとはアニソンは今来るんですけど、振り仮名、うんうん、でまあそれでモチベーションがあったんですね、若い時。で、あとは友達ができることとか、うんうん、まあ大学を目指したから大学は、まあ、求められる、うんうん、まあ、日本語の力のレベルを達成するとか、うん、まあそんな目的を、まあ、時間を過ぎて、うん、まあ、決めずつしてたから、うん、まあ、与達できたと思うんですね、うん、どんな言語でも勉強して、まあ、満足できてしまって与達しない人はいると思うんですね、うんうん、でそれ、まあ、新しい目的を探さないとそんなレベルのままでいいすると思うんですね、うん、でそれはよくあの、まあ、留学生の友達でも言うんですけど、うんうん、例えば、まあ、日本語は一定できて、うん、で、まあ、買い物とかができる、うん、で、まあ、日本人と簡単な会話ができる、うん、で、まあ、市役所とか行くと助けられるから、まあ、これでも、うん、まあ、自分だと思う人もいれば、うん、もうもっとマスターしたい人もいると思うんですね、うん、それは自分のニーズに合わせて、うん、まあ、目的を決めつつ、ね、うん、完璧主義がダメだと思うんですね、うん、あの語学、僕もあの、まあ、最初から漢字を書くのはもったいないと思ってたんですよ、うん、まあ、全然ですか、簡単な漢字とか一般的に使う漢字を書くのは、まあ、うんうん、大丈夫と思ったんですけど、うん、もう漢検1級とかを目指したいわけでもないし、うん、もう書道が好きでもわけではないし、うん、パソコンで書けばいいと思ったんですね、うん、で、まあそれで読むだけで満足してたから、うん、多分まあ今の日本は達成できてるんですね、うん、それではないと多分 N2 とかでまとまって、うん、いや、こんな感じ書けないまですぐ行かないとか。あ、確かにそうかも。まあ、あの文科省から1年間で、うん、日本語は教科書はされるんですけど、うんうん、完璧主義ですよ、あの教育。あ、で、あの小テストとか課せられて、うん、100点、まあ、90点以上ではないと次のレベルいかないとかされてたんですけど、僕の考え方だと、うんうん、まあ、50点でも十分じゃないですか、うんうん、まあ、次のレベルでいって、うんうん、まあ、あの受達するの70点でいくと思うんですね、うんうんうん、でも全て完璧で、あの求めると、まあ、受達しないし、うん、ストレスにもなると思うんですね、うん、失敗を恐れず、まあ、失敗を恐れたら、まあ、そうね、うん、そう、恥ずかしとか話したくないとか、うん、まあ、誰でも失敗を起こすから。そうそう、だって失敗もあるし、もともと自分の母国の国の言葉じゃないんじゃない。私の場合はスペイン語とかって喋れない言葉だから、なんかこう間違ってて当たり前とかって思えば別に恥ずかしくない。だって私外国人だしみたいな、うん、そう、まあ、7年間日本語です、うん、日本で過ごして、うん、まあ、卒論文も修士論文も日本で書いたんですけど、うん、たまに誰かからは、うん、いや、あの、あなたの日本語はとってもいいんですけどネイティブレベルではないと言われたことあるんですよ。ひどい、うん、言われたことあるんですよ、うん、生日本人の仲間から、うんうん、で、まあそれ当たり前でしょ。そうでしょ、まあ、うん、まあ、自分、まあ、修士論文とか書いても、うん、まあ、いっぱい論文書いてもネイティブではないから、うん、でも9割とか8割だったら、うん、まあ、僕満足してるから、うん、合格点だよ。だってね、日本人だってそういうのに合格できない人ってたくさんいるわけじゃん。うもう慣れたからへこまないんですけどへこまないんですけど、やっぱりまあ多様性はまだ日本で受けられてない感じがしてしまうんですね、うんうん、こういったことはあると、うんうん、で、まあ、もっと、うん、まあ、多様な人、うん、でもっとレベル下げないと、うん、まあ、日本に留学生とか外人の方にアクセスしにくいと思うんですね、うん、あ、確かに大学とかは、うん、まあ、国際化とかそれまでさしてしてるんですけど、うん、英語で解雇するとかしてるんですね、うん、で、留学生が通うコースと日本人が通うコース、うん、
僕の考え方ではそれ国際化ではないんですね。あ、まあ、外国人を持って外国人の中だけで交流して、うん、日本人は日本人、それで大学で、まあ、やっぱり人数はそうなってるんですけど、うん、実際に交流になってないんですね。もう大学院とかコースを開いて、うん、先生は外国人で外国人に向けて教えてるんですよ。ああ、じゃあ日本人じゃなくて。そうそうそう。で、日本の、うん、まあ、日本語の修士で、まあ、日本人の方の先生が教えられて、うんうんうん、外国人向けのコースは外国人の先生。え、なんかすごい留学してる意味がないね。そう、ないないない。で、それはどんな有名な大学でも起こってるらしい。知らなかった。もう、まあ、僕だったら、うん、まあ、諸説とか、うん、英語の記事とか読んで、うん、まあ、それの方は役に立せるから、うん、まあ、勉強しやすくなると思うんですね。うん、映画とか見てとか。うん、あ、それはいい方法かもしれない。みんなもっと使わないと ね、意味ないんですね。そうそう、コミュニケーションだからね。コミュニケーション、そう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 。うん、まあ、機械翻訳とか、まあ、いろんなことは発達してるんですけど、うん、まあ、機械に頼るとか、あまり面白くないじゃない。そうね。自分の能力で考えてないし。うん、それはそうかもしれない。あのカルロスさんはスペインから日本に来て、はい、京都に住んでるじゃないですか、はい、で私はあの日本からメキシコに来て大阪に住んでるじゃないですか、はい、で大阪って日本から言うと、はい、メキシコの京都みたいな扱いなんですよ、はい、やっぱりすごい街並みも古いしね、うん、でカルロスさんから見て、はい、あの大阪と京都の似てる点とかダブル共通してるのはチリじゃないですか。チリチリチリ、まあ、あの山、山に囲まれてるんですよね、うん、あ、そう、盆地だよね。そう、うんうん、それはもう最初の、うん、で、2点目、まあ京都はさ、まあ、さすが京都の規模の方は大きいんですけど、うんうん、あの街並みは四角ですよね。そうそうそうだ、うん、五番の目みたいなもんね。そう、まあ、だからここで、うん、あの和墓市内歩いたら四角ですから、うんうんうん、まあ、数日か歩ければ街を覚えると思うんですよね。でもう一つは工芸品ですかね。あ、うんうん、まあ、京都もそういった職人さんが多いし、うんうん、和墓の職人さんが多いですね、うんうんうん、で、まあ、ここでも工場があると思うんですね、もう周りの街、うんうん、で京都もそういった工場いっぱいあるし協力してるので、まあ、詳しいではないんですけど、職人の文化も、まあ、共通点あるんじゃないかな。うん、なるほど。京都は好きから住んでます、うん、まあ、住みやすいし、うんうん、世界遺産いっぱいあるし、うん、まあ、街並みはどこでも歩けるし、うん、お寺、あの、あと神社、うんうん、いっぱいあるし、うん、で、あと大阪も近いですね。大阪いいよね。大阪近いし、アクセスも良いし、うんうん、で、まあ、今コロナですからそんな関係ないんですけど、うん、前までは、うんうん、まあ、外国の方、国際文化も増えてたし、うんうん、まあ、結構、まあ、面白い街だと思うんですね、うん、で、東京の方は人が多いし、うんうん、なんかメキシコシティみたいだよね。そうですね。東京とかって伝統的な街とかっていう形で外国人がいっぱい住んでるんですよ、大阪って、うん、やっぱり京都も外国人住んでる人多いですか？京都、はい、まあ、あの、まあ、あの、昨今、まあ、日本で、あの、うんうん、外国人が入れないのに、まあ、結構街並みで外国の方いっぱい会うので、まあ、彼らは多分僕みたいに日本、うんうん、まあ、京都で住んでいる外国人だと思うんですね。京都大学とか、うんうん、まあ、いろんな研究所とか会社、まあ、ゲームの会社も多いし、うん、IT の企業も多いし、うん、まあ、京都案外に外国人が多いと思うんですね。あ、なるほど。そこも似てるよね。お墓も多いし、京都も多いし。それで、うん、まあ、ここは墓市内も物価高いし、京都も物価高いし。物価高い、確かに、あの、家賃が特にね、うん、ちなみに京都弁とかで喋ったりするんですか？いや、そんな、そんなにですけど、分かる。将来的になんか特にこういう風にやってみたいこととか、まだお若いからね、うん、うん、やってみたいこと。今25歳で、うん、まあ、やっぱりキャリアとして日本語を
マスターしたし、うん、日本で、まあ、あの経営管理の趣旨もしたので、うん、まあ今は翻訳をメインの仕事してるんですけど、うんうんうん、将来的には、うん、まあ、日系企業、うん、日系企業をサポートできる仕事をしていきたいんですね、うんうん、コンサルティング的に、うんうん、で、まあ、前から日系企業の、うん、まあ、国際経営とか、うん、もう海外進出に、まあ、もう興味があって、うんうん、メキシコで日系企業は何してるのか、うんうん、まあ、どんな日本学の業態になってるかの、うん、まあ、あの探検の旅に走ってるので、うん、今後はもっと、まあ、もっと日系企業はメキシコに進出すると思うので、うん、まあ、経営する側か、まあ、コンサルティングのいった側で回っていきたいなと思ってて、うん、すごい。で、まあ、それで今回も聞いてますので、うん、まだ見てくれてる人少ないけど、このビデオを見たらうちで働いてくれませんかってオファー来るかもよかもしれないですね。ねえ、そうなってほしいよね。料理特に何が好き？いや、僕はあのモレが好き。いろんなモレあるんですけど、うんうん、味は他の国とか他の料理で食べたことない、うん、で、すごく先進な、うん、で、もう去年初めて来たもうすごく惹かれたんですよ。モーレに。そう。すごいモーレすごいな。大阪に来て、うん、一流の食べ物ではないかと。うん、ああ、でも分かる。でレストラン美味しいところ多いし。ちなみにどこのモーレが今までで一番美味しかったですか？どこのレストランの？僕は一番好きなレストランはロサンさんで。ああ、はい、はい、はい。そこは綺麗し、音楽もあるし、うんうん、素敵だよね。料理も。すごい発想的あの5つのまああの5つのモレのプレートあるんですよ。でそれ一つ一つはもうすごく美味しくていいよね。いろいろなのが盛り合わせになってるとね、満腹になる満腹になる。確かに確かに。サントドミンゴが綺麗だな、街並みも綺麗し、うん、散歩するにはちょっといいよね。そう、僕はもうこれからあのワッハカもっと観光客に歓迎しやすいと思うのは、うん、あの自動車通行禁止するもうあの街並みきれいのに自動車が多いから、うん、まあ、そういった雰囲気も失ってしまってるんですね。ね、ゲラゲッツァーの時期もね、また戻ってくるって。そう、ね、ゲラゲッツァー楽しみましょう、はい、楽しみじゃあとりあえず本当に長いこといろいろお話聞かせていただけて、はい、どうもありがとうございました、はいはい、皆さんありがとうございますじゃあね